どうも、ハイチーです。皆さん勉強頑張ってますでしょうか？なかなかね、休校期間が伸びてくると気持ち的にもね、だれてくるというか、ちょっとなんかやる気出ねえなーみたいな日々が出てくるかもしれないですけど、いつも言うようにこの時期やっておかないとですね、めちゃくちゃ休校明けですね、再開した後にみんなと差がついてしまうので、逆に言うと差をつけるチャンスでもあるんで、頑張っていってほしいとこなんですが、今回はですね、今相談で暗記の仕方、特に今一人じゃないですか、家にいなきゃいけないんで、この状態で暗記がなかなかはかどらないという方の相談多くなっているので、休校期間の今だからこそこういう暗記法どうかなっていう提案をしていきたいと思います。では早速ですね、やり方説明していきたいと思います。で、これは、社会だろうが、理科だろうが、英単語だろうが、暗記ものをするとき、暗記以外でも応用できるんですけど、どの科目でも使えるやり方になってます。で、用意してほしいもの、用意してほしいっていうか、これ一人だとできないんですよ。誰かが必要になります。で、一番やりやすいのは同じ学校の子です。同じ学校の子、なぜかっていうと、共通の、ものが、ワークとか参考書が必要なんです。自分も持ってるし、相手も同じものを持ってる。だから同じ学校だったら、学校から配られてるワーク共通ですよね。教科書でもいいんですけど、共通なわけですよ。それがある状態、遠隔で今会うことができないので、でも同じものを持ってれば成立するやり方になります。そんな一緒にやる人はいないんですけどっていうね、私の中学時代と同じ方もいるかもしれないです。で、そういう方はですね、ネット上でもいいです。ネット上、ツイッターとかで仲良くなった同じ同級生の子でもいい。そうするとですね、ワークが共通ではなくなってしまうので、そういう時は、手前味噌になりますけど、自分の動画とかでいいです。自分の動画だったら共通のものになるから、それを使ってやってみてください。で、今回はですね、社会の歴史を例にして話していきます。で、なぜかっていうと、今ね、社会の歴史の相談が一番多いんですよ。できません、やり方わかりませんみたいな。なので、それを例にしていくんですが、で、まず大前提として、社会って暗記科目って言われますよね。自分もそう思ってます。暗記科目なんですけど、ただ勘違いしちゃいけないのが、例えば言葉を覚えますよね。歴史上の人物とか事件の名前とか覚えるんですけど、覚えただけ、100単語プラスで覚えましたって、すごい実力的には上がってるはずなんですけど、多分成績上がらないんですよ、なかなか。で、なぜかっていうと、言葉を覚えます。そっから問題演習をセットでやらないと、社会は特に成績上がらないです。努力した分だけ伸びなくなります。でも逆に言うとですね、単語を覚えて問題演習もきっちりやって、このセットをきっちりやっていくと、めちゃめちゃ伸びます。社会は本当に伸びる。ただ、それはまず大前提で頭に置いておいてください。では本題に戻りましょう。で、やり方としてはですね、例えば共通の、一緒にね、歴史頑張っていこうぜっていう2人グループを組んだとします。あなたと誰かです。で、組んだとした時に、今日はこっからここのページやろうっていう部分を一緒に組み立てます。だから、例えばさ、片方が偏差値、45ぐらいで65ぐらいとかだとペース合わなくなっちゃうかもしれないんですけど、その足踏みっていうと、足踏み、歩幅が噛み合ってる者同士しなきゃいけないっていう条件もあるんだけど、例えばじゃあ2人で話し合って、今日はあのワークのこっからこのページやろうって決めるじゃないですか。それが自分の動画でもいいです。歴史の動画の何番と何番と何番の動画に今日はしようって決めて、そこをやるんですね。で、やったら何するかっていうと、それぞれ勉強してるときはそれぞれやってください。そこの暗記をするわけです。言葉問題解いたり、今単語を覚えるかわからないんですけど、で、それをですね、今家にいて時間もあると思うので、どっかの決まった時間で、LINE とかで、無料のね、通話アプリみたいなので使ってつないでください。で、それを勉強し終わった状態で問題の出し合いっこをします。それぞれ同じページで勉強しているので、同じ問題が出せるはず。で、例えばですね、学校の、教科書の暗記でもいいですし、自分の動画の暗記でもいいんですけど、自分が動画で、問題で穴埋めにしてあるんですが、そこを出すだけじゃないんですよ。違うんです。それぞれそのページの勉強はしてるので、違う出し方をしてください。自分が先生になるんです。で、アウトプットする。だから、そこに書いてある問題だけじゃなくて、ちょっとここのこっちを穴埋めにして問題出してみようみたいな。で、出し合いっこをする。これめちゃくちゃいいですよ。勉強っていうのはインプットばっかりじゃなくて、アウトプットする、このセットがすごく大事になります。いろんなものを覚えて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 だけじゃないんです。それをちゃんとアウトプットする。で、さっき言ったように、そこに書いてある問題と同じ出し方だったら誰でもできるんですよ。そこをあえて工夫します。自分のために、そして相手のために、こうやって問題出したらいいかなっていう問題を自分で作ることによって、めちゃくちゃ定着していきます。しかも、
例えばじゃあ坂本龍馬って自分は動画で漢字間違っててごめんなさいなんだけど、坂本龍馬っていう答えがある、それが俺の動画になってるとします。でももしかしたら坂本龍馬の部分は問題文に書いてる、坂本龍馬がドラララってなってるみたいな、土佐藩が答えかもしれないわけよ。それを自分で出すことによってこういう問題のパターンもあるんだっていうので、どん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 経験値が積み重なっていくんですね。これをやることによって記憶も定着しやすい、応用力というか違うパターンの問題もどんどん解くことができる、いいことしかないです。しかもサボれないです、チームでやってるから。だから相手は選ぶ必要があります。自分がサボってもサボってしょうがないよねって、今日忙しかったもんねって言っちゃう人じゃなくって、でも頑張ろうよって、あの人と一緒だからサボれねえなって思える相手がいいです。だから自分がやるんだったら2人がいいと思う、3人とか複数グループよりは2人がいいと思うんだけど、もしね、そういう相手がいねえよっていう方はちょっとごめんなさいなんですが、今この時期ね、離島家から出れない、直接会えないこの時期だからこそ、そういった効率的に暗記する方法はおすすめだと思うので、よかったら参考にしてみてください。